こんにちは、心霊第7世代のシークエンサイトです。よろしくお願いします。ということで今日は取り憑かれやすい人の特徴というのをお話ししたいと思います。まあこちら改めてになるんですけれども、まあ取り憑かれやすいかな、私取り憑かれやすいんですっていう人たちって結構いると思うんですよね。で、そういう人たちにはある一定の特徴があるし、逆に言うと取り憑かれない人っていうのも特徴があるわけなんですよ。その辺のことをちょっと詳しくまとめてお話できたらなというふうに思うので、ぜひぜひ最後までお付き合いください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。というわけで取り憑かれやすい人の特徴という話をしたいと思います。まあ、取り憑かれやすいというのは生き霊と幽霊に対して取り憑かれやすいということなんですけれども、まあ、この2つって共通にこうだよっていうところもあれば全く別のベクトルなところもあるんですよね。じゃあ一体それは何が違うのかっていうところをちょっとお話しして、まあ、自分は大丈夫かななんていうのを確かめる材料の1個にしてもらえたらなというふうに思います。まず最初1個目は、小さい時にお化けを見ているかどうかは大きいと思います。小さい時に私はお化けを見ていた、もしくは見ていなかったっていう人っていっぱいいると思うんですよね。まあ、僕以前お話しした通り、幽霊というのを見やすいのは子供とお年寄りだと。これはなぜかといったら死が近いから。子供というのは今まで死んでいた存在、お年寄りというのはこれから死ぬ存在なので、自分と死が隣り合わせですごく近い時に幽霊というのは見やすくなる。これは亡くなっている人です。生き霊ではありません。亡くなっている人のことを見やすくなる。じゃあ亡くなっている人のことを見ましたってなった記憶があるとどうなるかっていうと、お化けのことをこう肯定しやすくなるんですよね。脳みその中で肯定できないものというのを自分に取り憑かれるっていう風に考えるのって結構難しいと思うんですよ。はい、いるわけないだろうっていう風に思うものに対して身の危険ってあまり感じないんですよね。はい、で例えばですけど、宇宙人ってみんな、まあ、いると思ってる人やいないと思ってる人結構いると思うんですけれども、おそらく幽霊より見たという人少ないと思うんですよ。数少なく宇宙人を見たことあるという人っていると思うんですけれども、幽霊を見たことある人よりは絶対数がすごく少ないと思うんですね。で、見たことない人っているかもしれないなと思いますけれども、幽霊と違って宇宙人に対して脅威を本気で感じてる人ってあんまりいないですよね。じゃあなぜ我々は幽霊に対して恐怖心を抱いたりとか、それに対して恐れをなしたりとかっていうふうにするかっていうと、体験したという人の分母数がある一定数多いからなんですよね。はい、だからこそ全くいないわけではないからちょっと恐怖を感じる。もちろん何も感じない人もいるし、そういう人は大丈夫なんですけど、で恐怖を感じやすくなるっていう風にするには、幽霊が自分の中で肯定されている状態だとさらに強くそれを感じてしまう。じゃあ肯定されるにはってなると、自分が見たことあったり体験したことあったりってなると肯定しやすくなる。じゃあそういうのってどの段階の記憶で強いかって言ったら、子供の時に見た記憶で、子供の時に見てしまってそのまま大人になってくるとだんだん見えなくなっていったけれども、確かにあの時得体の知れないものがそこにいたという記憶は残るので、幽霊なんかいるわけねえやっていうベクトルに気持ちが向かなくなってくるんですよ。で、向かなくなってくるとどうなるかっていうと、物音とかラップ現象、まあラップ現象はあれだけれども、ちょっとした怪奇現象が起きた時に幽霊なんじゃないかって思いやすくなってしまうんですよね。で、幽霊なんじゃないかなって思いやすくなってしまうと、幽霊というのはいつも言っている通り気がついてほしいんですよ。少なくとも僕が見ているこの僕らと同じ地続きの世の中を滞留している幽霊というのは、僕らに気がついてほしいから滞留している。そして気がついてほしい、一人ぼっち誰にも気がついてもらえないという時に、何でも幽霊だと思ってしまう、すごく不安に思っている人の心というのは取り付きやすいんですよね。はい、そこにスッと入りやすくなるんですよ。幽霊いるよっていう風なベクトルになるし、そして自分が入った時の身の周りのなんか怪奇現象だったり、自分の体の不信感、例えば肩こりだってそうだし、なんかちょっと頭が変だな、なんか思考回路がいつもの自分と違うなっていうのも全部幽霊なんじゃないかなって思いやすくなってくるから、あ、じゃあこれはやばいなっていう風になってきて、幽霊もどん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 自分を意識してもらえるからつきやすくなる。そう、幽霊っていうのは自分を意識してくれる人のところにつきやすいんですよ。例えばなんですけれども、すごい資本家の人だったりとか、世の中出てガン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 駆けずり回すぜみたいな、駆け回すぜみたいな人たちって幽霊信じなさそうじゃないですか。で、その人たち、幽霊を信じなさそうな人たちが、バッて入ったところで何かあっても、あ、具合悪いな、病院行こうかな、いやいいや、まあ何でもね、気のせいかなみたいに終わるから、そういう人たちに取り付いたところで何も自分のこと意識してもらえないから、いる意味がないでしょ。いる意味があるところ
にしか幽霊って心の隙にふっと入ってこないんですよ。はい、でこれはマイナス思考であるっていうことも一個言えるかと思います。マイナス思考、何かバン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 悪いことばっかり続くな、どうせ悪い方に行くんだろうなっていうふうに行くっていうふうに言うんだけど、僕はマイナス思考は一概に悪いとは思ってない。一概にですよ、基本的には逃げ道なんですけど、一概に悪いと思ってません。じゃあ今パッと言った通り、基本的に逃げ道のためにマイナス思考にしてる人というのは取りつかれやすいと思います。これは幽霊信じる信じないというのではなくて、基本マイナス思考だ。でもそのマイナス思考、どういう風にマイナス思考なのって蓋をパカッと開けてみた時に、いや誰々がどうだからさ、何々がこうだからうまくいかないって、どうせ無理なんだよっていう風に自分じゃないところに理由付けをして言い訳をしてマイナス思考に考えるという人はどうなるかっていうと、最終的に超常的なものを言い訳にし始めるんですよ。幽霊がこうだからとか、生き霊に取り憑かれてこうだからとかっていう風になっていきやすくなるんですね。本気でそうなってる人も中にはいますよ。もちろんいますけれども、大前提として何でもかんでも外側を言い訳にして、お前がこうだからだ、お前がこうだからだっていう思考回路になりやすい人っていうのは、基本的にはすっごく幽霊に取り憑かれやすくなるし、何より幽霊に取り憑いたところで、いやなんか善なのが取り憑いてるから良くないんだよなっていう思考回路になってくれるから、あ、よしよし、俺のこと意識してくれている、俺のことを感じてくれている、俺は一人じゃないっていう風に幽霊に思わせやすくなるから、取り憑かれやすくなってしまうんですよね。でさらに言うと、もっと良くないのは、悪い方に考えてそれを完結してしまう人っていうのも幽霊に取り憑かれやすくなってしまうとは思います。これどういうことかというと、物事まず幽霊と関係ないところのベクトルで全ての物事を悪い方に捉える。例えば自分が見たわけでもなければ、聞いたわけでもないものなんだけれども、きっとこうだろうっていうのが頭の中で悪い方で完結してしまう人っていますよね。あれがこうで、あれがこうで、これがこうだから、これはこういうことなんだ、はい悪いことだ、あの人は私をこう思ってるとか裏切っているとか、最悪だ、クソだっていう風に思って完結させてしまう人って一部いますよね。こういう人たちってどうなるかっていうと、全ての世界が数珠つなぎで全部悪く感じるようになってくるんですよ。あれはこうでこうだから悪い、これはこうこうで悪い、自分はもうさ、もうすっごい最悪、かわいそう、自分もかわいそうだし、自分も最悪だし、もうでも周りも最悪だから、全部最悪だから、ひっくるめて最悪だみたいな感じになってしまうので、そういう風な人たちって何があるかっていうと、基本的にさっきの思考にマイナス思考の頂点などであっという間に行き着くんですよね。何かこんなに悪いことが続くということは、外部的な何かに悪いものが付属しているからだっていう風になるんで、そうなると一番手っ取り早いのは幽霊がいるからだって考えるのが一番手っ取り早いですよね。で幽霊がいるからだっていう風に考えると、私のこの生きている世界が全て悪い方に完結するっていう風なことは納得がいくと。で自分が死んだ先どうなるかなっていうのを想像した時に、ああきっと悪い方に行くだろうなっていうふうなこともなんとなく想像がつくと。でそこもひっくるめて悪い方に考えることができるから、まあ先日言ったマイナス思考は快楽であるっていう考察動画を出したんですけれども、その思考の極めにたどり着いてしまうとこうなってしまうよっていうふうなことになってくるし、これに対して幽霊っていうのは餌みたいな、コマセみたいなもんだから、あいつすっげえもう全部悪い方に考えるから、俺たちのことすぐ肯定してくれるぜ、行くぜ、わしわしゃイエーイとお化け来るぜみたいな感じになってくるから、もう全体的に最悪極まりね、すっごく悪いところの頂点にたどり着いてしまう。だからこれは非常に良くない、非常に危ない、こんなに、なんだろうな、もう全部をお化けのせいにしてしまう思考回路はないので、とにかく他人を理由付けにしたりとか、それを自分の中で肯定づけて捏造してしまったりとかっていうのは本当に非常に良くないし、なおかつ小さい時にお化けの記憶があってしまうと、もう三拍子揃った状態になってしまうので、この三拍子揃った人っていうのはもうお化けに取りつかれやすいし、取り後ろにも来やすいし、お化けと一緒の生活を送っていやすい人なんで、ぜひぜひこの特徴僕当てはまるかもっていう人はちょっと気をつけていただけると、まあ、ちょっとね気持ちを切り替える訓練を無理やりね、やりたくないのは分かるんだけど、無理やりにでもしていただけるとちょっと変わってくるかも、生活環境がっていうふうには思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあここまで行く人ってそんなにいないんだけれども、ただ大前提として幽霊に取り憑かれてもそんなに悪いことが起きないことがほとんどだよということを念頭に置いていただけると、まあ全てのことっていうのは気持ちの切り返していけるし、逆に言うとこの生き霊とか死霊とかっていうのに取り憑かれるっていう人たちっていうのは、まあ前回話した優しい以外の特徴にも驚異的にマイナス思考っていう風なところの脳みそが入ってしまっているからっていう風には思うので、まあこういうところをねちょっと一個ずつ気をつけていただけるとまあ良いかなという風には思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。
きありがとうございました。ちょっとね、生き量に取り憑かれやすい人の話が入りきってなかったので、後日またアップロードしたいと思います。はい、ということで皆さん、お化けなんかいないさっていう風に思っても全然構いません。そういう人たちも強いし、ただそのことについての考え方とかっていうのもちょっと深く掘り下げながら、これからも素敵な生き量ライフをお過ごしください。またお会いしましょう。バイバイ。